ネオウェーブのアクネと申します。はじめまして。今回ですね、ブリード専門でやっている、まあ、うちのお店特有の方あの醸し出してるんですけど、一応こういう風な感じでサンゴを追加しちゃってます。でこういうサンゴっていうのはやっぱり切るっていうのはやっぱりなかなか難しくて、まあ、自分はこのバンドソーを使ってブリードをして、で今度ですね、LSS さんが今度販売されるのと同じ機種を使ってやっておりますの で、まあ、販売する前に、まあ、ちょっと使っている自分がちょっと説明をするというちょっと1台を任されましたということで、ちょっと説明を今度やっていきますのでお願いします。商品の説明をしたいと思います。まずグリフォンが出している、自分が使っている C40 という型のバンドソーなんですけども、まあ至ってシンプルにちっちゃいです。でまずですね、組み立てる方法っていうのがですね、開けてもらって、まあ、そもそもなぜサンゴがこれで切れるかというと、海水を入れて回せるって、まあ、もともとバンドソーっていうのは油だとか水を使って摩耗を減らすっていうことで使われてる機械なんですけど、今回はオールもうプラスチックで樹脂で作られてるんで、でもう海水を使いながらサンゴにダメージを与えなく切る、そういう機械ですね。ですね、まずここが特徴があるのが、ここを緩めるとバンドのテンションが弱まるんで、それで緩めてもらえれば、これがバンドですね。でこれがダイヤモンドが付着して塗ってある部分ですね、ここの部分ですね。これでサンゴとか次はライブロックなどをカットすると。でまずセットの方法として、まあ最初はこういう風な形でなってるんで、これをほどいてもらって、でまず下からかけてもらいます。でこれを上のコンドソールの方に巻いてもらって、次まだプランプランなんでですね、ここで後ろにネジがあるんで、これを回してモーター部分が上にスライドで上がるようになってるんで、これで上げていくとだんだんテンションがかかってきます。で結構いっぱいいっぱい、まあ上げてもですね、もともとこれがバネで動くようになってるんで、ちゃんとこの辺は考えてしっかりしてる機械だと思います。でまあこれで指で動いて、あまり動かないようなぐらいまで上げてもらうと、で軽く手で回してもらって、これでいければ問題ないですね。今度この中に海水を入れるんですけど、まずはちょっと簡単に説明をしていきたいと思いますので、まず蓋を閉めてもらってですね、でこれが何かというとですね、海水を、まあ、上向きに上がるんですよね、こういう風な感じで。そうすると海水がついたまま来ると、ここがビチャビチャになっちゃうんで、それを防ぐのがですね、このスポンジがあるんですけど、これをここの刃と隙間に入れ込んでもらいます。まあ、これで準備 OK なんですよね。あとは最後に蓋を閉めてもらって、この機械はあの電源入れるオンオフのみなんで非常に簡単です。実際にこれから使ってみたいと思います。まずですね、用意するのが新しく作った人工海水を使わないとですね、あの中にバッテリアだとか金とかが入っているので、あのカットした際にやっぱりそこから、まあ、菌が移って溶けるとかいう症状が多いので、そこはまあ新しい健康海水をこの中に入れる量がですね、ちょうど中にバンドが浸かるか浸からないかぐらいですね。多分これぐらいで OK。まあ、いっぱい入れてももったいないです。そこは。で、水を入れてもらったら、もうあとはスライドで。
感じでやって、でまずは動くかどうか試すんですけど、まあスイッチを入れるとこんな感じで動きます。ではカットしたいと思います。樹脂でできているので、真水で丸洗いできます。この蓋もですね。で見ても分かるようにですね、ここがやっぱスチールだとか、まあ、アルミで作られてるんですけど、まあ、水で丸洗いした時には普通の油じゃなくてシリコン油、シリコン樹脂ですね、まあ、それでメンテナンスを行っていきたいと思います。でまずワイヤーのテンションをボルトを緩め、テンションがなくなるとワイヤーが簡単に取れるので、これも真水で洗ってもらうだけで全然構いません。でここがですね、上げるとモーターと下とか独立しますので、まあ、ここはそれだけひっくり返すとモーターがついてるんですけど、で、まあ、ここの部分だけに水をかけて洗ってもらうっていうことをやってもらえれば全然構わないですね。であとはもう全部ほとんど樹脂でできてます。なのでここがですね、すごいのがここに穴が開いてます。ここから水を排水できるような仕組みになってるんで、かなり楽に中の掃除ができますんで、まあ一応水を捨てるところが、ね、水はここから出ます。あともう水で洗ってもらうだけで構わない。今度はですね、消耗品関係のご説明をしたいと思います。で消耗品で一番なのはやっぱりバンド層についてるダイヤモンドはやっぱり削れてなくなっていきますんで、あと強くテンションかけすぎたりとかすぎたり、あと奥に無理やり切ろうとすると切れちゃいます。やっぱりここが一番、まあ、重要なところなんですね。であとワイヤーが入ってる、ここがこういう風な感じで入ってるんですけど、ここのですね、樹脂がですね削れていくんで、まあ、削れてないものだとこういう風なものが一応オプションとして最初についてるのかもしれないですけど、まあ、一応こういう風な感じで刃が入るときこんだけしか入らないんですけど、今自分が何度も使ってるんでこれだけ入っちゃいます。でこうするとですね、変なところに力がかかってバンドが切れるんですね。でこれの外すオプションとしてこういうのがあります。でこれを中にかけてもらい、上にスライドで抜くと取れますんで、で今度新しいやつを入れるんですけど、ここにスライドで入れ込むだけです。これで消耗品は一応ここが一番減るかなと。あともう一つですね、さっきバンドの水を汲み上げる水をこれで吸ってたんですけど、やっぱこれもこういう風な形で使っていくうちに削れちゃうんで、これも今後パーツは全て LSS さんが全部持っていると思いますので、パーツは心配ないように